ハンガリー国鉄 V60 系電気機関車は、ハンガリー国有鉄道のロット駆動式の電気、機関車で、感動システムを用いた形式である。V60 系電気機関車は、ブダペストにあるガンツの工場で、V40 系電気機関車と同時に、感動システムに基づく6軸の貨物列車用の電気、機関車として生産された、従って、車両部品と電気部品は、 V40 型と同様である。この機関車は、電化された、ブダペストヘジェスハロム線の貨物列車で使用された。4から5年の運用後、機械的な伝達機構の維持コストが大幅に増加した。機関車は、約5万キロメートルの走行ごとにロッドドライブの調整のために運用から外れた。このことと、約50万キロメートルで駆動モーターのクランクピンに亀裂を生じて、 クランクを交換する必要が生じることから、ハンガリーでは単軸駆動の電気機関車を開発する努力が行われ、第二次世界大戦後の V55 型で実現した。1960年代、ハンガリー国鉄の電化システムは、一律に 25KV50HzAC に切り替えられた。これにより、感動機関車は引退し、より新しいシリーズに置き換えられた。 V60.003 は保存車両となり、ブダペスト大学の敷地内で数年間展示され、現在はブダペスト鉄道公園にある。機関車の基本構造は V40 型と同じである。V40 型との違いはシャーシに起因する。6つの駆動軸すべてに横方向のクリアランスがある。第1軸と第3軸および第4軸と第6軸は、 いずれも両端にボールピンを持つテコによって相互に接続されている。このテコの視点は機関車のフレームにある。この配置により機関車が安全にカーブを通過できるように設計されていた。連結棒の寸法を除いて、この機関車の駆動系は V40K シリーズの駆動系と一致する。すべての車軸のサスペンションスプリングは軸の下にあり、 これは MV の基準に多用している。駆動輪の車軸ボックスハウジングは3つずつイコライジングレバーを備えた喧嘩装置によって接続されていて、機関車のフレームは4つの喧嘩装置で支えられ、各種ギタは2柱がアーダーとして機能した。Wikimedia Commons にはハンガリー国鉄 V60 経営電気機関車に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。